岡崎市交流寺町にあるリサイクルプラザのガラス工房では回収した空き瓶を1300度の炉で溶かして作るガラス細工を手がけていますきょうは2012年の登場以来この独特の表情で人気を博してきた岡左衛門の顔をかたどった文鎮をスタッフが手際よく仕上げていきました文鎮は岡左衛門の登場10周年にちなみ頭の部分に10色のガラスが使われていて 可愛らしい岡左衛門ジュニアも作られています。この文鎮は岡崎市の道の駅や市役所内のコンビニなどで販売されます。